ブリケ・グリフォン・バンデーンとは、フランスのバンデーン地方原産のセントハウンド犬種である。グラン・グリフォン・バンデーン、グラン・バセット・グリフォン・バンデーン、プチ・バセット・グリフォン・バンデーンは、兄弟種であり、これらはバンデーン犬種と呼ばれている。グラン・グリフォン・バンデーンを小型化して作られた犬種で、15世紀頃から存在していた。 ウサギなどの小型銃だけでなく、グランのように鹿のような大型銃の狩猟も行える、万能の剣士として開発された。強化されたワイヤーコートを持ち、ウバラの中をくぐっても怪我をしにくく、悪天候の際も狩猟を行うことができるため、作出後すぐに人気が出た。本種もフランス革命と二度の世界大戦によって、数が激減し、絶滅寸前に追いやられた。戦後は、 少しずつ頭数を回復しつつあるが、貴重な犬種であることに変わりはない。現在は、猟犬としてだけでなく、ペットとしても飼育されていて、少数だが海外にも輸出されている。グランに比べると、サイズが小さく、やや細身である。タレミミタレオデコートはモコモコとした片めのラフコート。毛色は、ホワイトレモンや、ミルクカフェオレなどがある。 体高50から55センチメートル、体重22から24キログラムの中型犬で、性格は内向的で優しいが、少々頑固な面もある。しつけの飲み込みはあまり早くないが、状況判断力や協調性が高い。運動量はやや多い。ありがとうございます。